はまだ人類が誕生していない6600万年前の白亜紀。どうしてそんな大昔に行ったかって、それはのび太世紀の大発見。ある日のび太くんは恐竜博の化石発掘体験で大きな石の塊を見つけたんだ。それを恐竜の卵だと信じて疑わないのはのび太くんらしいなって思うんだけど、もしかしたらナウマンゾウのうんこかもしれないのにね。でも秘密道具のタイム風呂敷を使ったら、なんと本当に恐竜が生まれてきたんだ。しかも発見されていない新恐竜。のび太くんすごいね。双子の恐竜キューとミュー。卵から出てきたのはなんと双子の恐竜。とっても可愛いんだ。最初に卵から出てきたのはミュー。女の子でとっても元気。すぐに飛ぶことを覚えたよ。キューはのんびり屋さんの男の子でちょっと不器用。ちっとも飛べないんだ。なんかのび太くんに似てるよね。この恐竜たちすぐに大きくなってしまって現代では飼えなくなってしまったんだ。だから僕たちはキューとミューが生きていた白亜紀へ2匹を返しに行くことにしたんだ。みんな準備はいい？恐竜がいっぱい。映画にはたくさんの恐竜が登場するよ。ティラノサウルスの仲間やトリケラトプスの仲間、プテラノドンなど君が知っている恐竜は出てくるかな。かわいいキューとミューや恐竜たちに会いに来てね。僕たちと一緒に冒険しよう。